整形したと知って驚いた女性芸能人について2000人にアンケートした結果をランキングでまとめました。整形事情に詳しい人にとっては整形したと分かりやすい芸能人であっても、あまり芸能人の整形に詳しくない方にとっては意外だったりすることも多いようで興味深い結果となっています。では早速見ていきましょう。35位は安室奈美恵。みんなの意見はこちら。デビューした時からテレビで見ているけどずっと変わらず、ただ年齢を重ねて大人になっていると思っていたため、沖縄の小学生の頃のテレビに出演した当時の映像を見たことがありますが、その頃から生まれつきの美人な顔立ちで、成人してからの顔ともあまりギャップがなかったので、整形してるとすると驚きです。34位は栗山千明。みんなの意見はこちら。大きな整形ではないと思いますが、見た感じの印象が自然なので、どこを整形したのか見当もつかないです。デビュー当初から変わらず年相応の綺麗さを感じるため、整形していないと言われても驚かないが、整形していると言われたらどこを整形したかわからず聞き返してしまうと思う。33位は倖田來未。みんなの意見はこちら。いつの時点でしていたのかわからないほど違和感がありません。年齢を重ねても変わらないし、違和感もないので気づきませんでした。10代の頃と比較すると年齢による変化はあると思いますが、大きく変わってるところはないと思うし、自然体でありのままを受け入れる感じがするので、整形してたら驚きます。32位は七鳥。みんなの意見はこちら。素直に整形は一切していない自然なお顔だと思っていたので驚きました。どこを整形しているか全然わからないです。全身整形したようにしか見えないので逆に新鮮で驚いた。整形は偽ることだと思っているのでどうでもいいのだが、最もしていそうなのが事実とわかった。31位は山本さやか。みんなの意見はこちら。しっかり整っているのに童顔というか、可愛くて愛らしい感じのある顔なので生来のものだと思い込んでいたから、整形感の少ない顔立ちであることや、過去のイメージと最近の写真とでかけ離れすぎていないイメージ。30位は指原莉乃。みんなの意見はこちら。自然な感じに見えた。以前よりメイクで綺麗になったらのかなと思ったことはちらりと感じた。もし本当に整形しているのなら、微妙な変化にも気づかなかった。指原莉乃さんはそこそこに愛嬌のあるお顔だとは思いますが、せっかく整形するならもうちょっとなんとかなったかも、と思ってしまいます。29位は柴崎コウ。みんなの意見はこちら。不自然な部分がなく天然美人に見えていたし、昔と印象が明らかに変わったということも感じていなかったので驚いた。柴崎コウさんがそもそも整形されてたことに驚きです。はっきりとした顔で以前から見ていたまま変わりがないと思っていました。28位は松田聖子。みんなの意見はこちら。昔からテレビに出てるけど整形したようには見えないから、大人になって顔立ちが変わることはあるから整形とは思わなかった。素朴というか清楚というか、そういうイメージがあるので整形はしなさそうと思っていたし、変わったところがわからない。27位は前田敦子。みんなの意見はこちら。私が個人的に好きな顔立ちをしており、ドラマで活躍された時にあの表情から来る演技に感動していたのに整形していたとは驚きました。あんなにナチュラルそうな顔なのにあれが整形というのは、にわかには信じがたいからです。どのあたりをしているのかも想像つきません。26位は長谷川京子。みんなの意見はこちら。若い頃は自然な可愛さがあり、そのまま綺麗な大人へと成長していたと思っていた。特に整形する必要があるとは思えないため、ナチュラルな感じで不自然さが全く感じないからです。近くにいそうな典型的な美人の人っていう感じがします。25位は板野友美。みんなの意見はこちら。整形した特徴のある顔つきというものがなんとなくあると思いますが、そういう顔つきに見えないですし、私の知る限りずっと同じ顔をしている印象があるからです。あまり派手な顔立ちではないし、普段から周りにいそうなタイプだと思うから、整形と言ってもピンとこない感じ。24位は浜崎あゆみ。みんなの意見はこちら。元からあの顔で可愛いとチヤホヤされて生きてきたようなイメージがあったから、
元々の自分の顔を受け入れ、愛着を持ち、生きているようなイメージがあったから、他の芸能人は、なんとなくしていそうだと思った。23位は、鈴木亜美。みんなの意見はこちら。シンプルにどこをやっているのかよくわかりません。ビジュアルで売らなくてもいい人だと思うのでびっくり。正直ファンではないので、あまり興味がないところですが、デビューされた当時から、現在、たまたまテレビで拝見した際、相変わらず変わっていなくて若々しいと思っていたから。22位は、宮崎葵。みんなの意見はこちら。美人だとは思うが、普通の人のような感じが良いので、整形をして、そのイメージが変える必要があるとは思えない。ピチレモンでモデルをしていた時代から葵ちゃんを知っているので、顔は変わってないように思うので整形していることに驚きました。宮崎さんは化粧も薄く透明感のある女優さんのイメージだったので意外でした。整形といっても種類が多いのでそこまで気になりません。21位は高畑充希。みんなの意見はこちら。清純派だったので整形していたことを知った時は衝撃でした。整形前でも十分美人だったのでどうして整形したのか不思議です。素朴すぎるような顔立ちなので、整形の面影を感じることができず、整形したと言われてもどこをしたのかわかりません。彼女は割と若い時期からピーターパンの舞台でも拝見したし、ボーイッシュなイメージでサバサバしていそうだから。20位は釈由美子。みんなの意見はこちら。世の中の美意識や好みは人それぞれなのだなぁと痛感する。自分の人生なので自分のしたいようにすれば良いと思う。小さい頃から素敵なお顔なので整形しなくてもいいよと思った。整形以上に中身があり、仕事にも励んでおり、どんな役にも真摯に取り組む姿や表現力に整形不要な気がする。整形したとは思えないようなナチュラルな顔だからです。整形したこともわからないようなナチュラルな整形で驚きました。19位は小島春菜。みんなの意見はこちら。どこの部分を整形する必要があったのかと驚いてしまいます。今も昔もお綺麗でとても整形したとは思えません。信じられない。自然体な美人という感じで、とても整形されていると思っていなかった。どういったことをされているのか大変気になる。昔の写真と今を比べてみても、年齢を重ねて少しふっくらとした印象はあるが、顔が変わったという印象はなかったので。18位は、雛形あきこ。みんなの意見はこちら。あまり整形のイメージがなく、昔から細身で、シュッとした顔立ちのため、今も昔も変わらず、お綺麗だという印象がある。若い頃から変わっていないと思って見ていた。少しすっきりしたかなと思いましたけど、大人になったと思っていたので、驚きました。美人かどうかは置いておいて、ナチュラルなイメージがあるため、整形していなさそう。整形してたとして顔を見てもどこを整形しているかわからない。17位は石原さとみ。みんなの意見はこちら。自然体な顔立ちが印象的なので、整形をしているのならどこを整形しているのか教えて欲しいぐらい違和感がない。清楚系なイメージと整形が結びつかないからです。派手ではない顔つきも、整形を想起させることなく自然だと思います。昔に比べて垢抜けたなとは思っていましたが、メイクやダイエットの効果だと思っていたからです。なりたい顔ランキング上位なので、驚きです。16位は、辻のぞみ。みんなの意見はこちら。特に顔に注目したことがなかった。老眼な顔立ちなので、整形しててもしてなくても変わらず可愛らしいと思う。10代の頃とそれほど顔が変わってない気がする。大人になったのと、有名人になって垢抜けたことで印象が変わったんだと思ってた。若い頃から小顔で、スタイルもよく完璧なほどの可愛さを誇り、結婚して現在ハワイで幸せに暮らしている情報を耳にして、整形とは全く無縁に思っていた。15位は、田中みな実。みんなの意見はこちら。美容にすごく詳しく、自力でやっているイメージがある。根本は変えずに努力で変えてきたイメージがあるため、整形していたのなら驚く。元アナウンサーということもあり、おそらく整形前からテレビに出ていたと思うが、整形したことを知らなかったのとキャラ的に整形はしなさ、そうだから。田中みな実さんも整形しているとは知らなかったです。アナウンサーも綺麗な方が多いですが、同様にどこかを整形している人が他にもいるだろうと思い驚きました。14位は、米倉涼子。みんなの意見はこちら。大人っぽい顔つきで、性格もサバサバとしたイメージがあるので、てっきり生まれつき今の顔つきなのだと思っていたから、顔立ちが自然な形で整っているので、どこかを変えているように見えないです。
整形していると話題になってもいないので意外でした。すごく自然なので整形には見えない。整形した人は不自然な部分があるけど、米倉涼子は整形と言われてもどこなのかピンとこない。13位は北川景子。みんなの意見はこちら。大好きな女優さんです。個人的には整形などしていないと思うのですが、全然ナチュラルでいい年の重ね方をされているんだなと思っていました。整形していないと思っていたので大変残念。元がどうなのかはわからないが、整形する必要があったのか個人的には疑問を感じる。天然美人に見えるティーンモデル出身だが、整形する人が持っている美への執着心は感じられないので驚いた。12位は堀北真希。みんなの意見はこちら。堀北真希は自然の顔だと思っていた。自然の顔が完璧であることからスカウトを受けて芸能入りしていたと思っていた。整形をするような考えを持っていなさそう。のぶたをプロデュースの時よりは垢抜けた感じはするが、あまり顔自体変わってないような気がするのでびっくりしました。私のイメージにある整形した後のギラギラした派手顔ではなく、天然物のような綺麗さを持っているような気がするから。11位は満島ひかり。みんなの意見はこちら。デビュー当時の若い頃から見てきた顔で、全く違和感なく年相応に年齢を重ねていると思って出演番組等で拝見しているから。満島ひかりが整形してたとは知らなかった。たまに映画とかドラマで見ることはあるけど、見たことあるくらいの認識でしかなかったので整形してるかどうかも気づかなかった。満島ひかりさんも沖縄育ちの純粋な美人だと思っていた。このアンケートに答えるまでは整形していたことを知らなかった。10位は木村佳乃。みんなの意見はこちら。木村佳乃さんは完全に自然美人だと思っていた。整形した方特有の特徴もないし、どこを整形されたのか全くわからない。20年以上前からドラマや CM で見ていましたが、顔立ちがとてもナチュラルで好きだったので全く整形しているようには見えませんでした。テレビでほぼすっぴんで出ているところを見たことがあるけど、すごく綺麗だったから自然な感じだし整形とは思えない。9位は愛子。みんなの意見はこちら。昔も今も変わってないと思っていた。歌手だから歌唱力があれば顔とかはあまり関係ないと思ってたけど、本人からしてみればコンプレックスなんでしょうね。整形特有の顔立ちとがった鼻や顎、涙袋が大きいではないこと、昔と比較しても大きな変化が見られないため選択いたしました。とても失礼ですが、整形をした多くの方は大きな二重の目や高い鼻など分かりやすい美人になっている傾向にあると思いますが、彼女は親近感のある顔立ちで天然の美しさがあると思っていたからです。飾らないキャラクターやカジュアルなファッションからも、整形するようなストイックな感じからはかけ離れているイメージがあります。愛子はどこを整形したのでしょう。全く疑問です。一般人だったらまだ普通かもしれませんが、芸能人の中ではかなり不細工な感じがしますので失礼ですが驚きました。8位は綾瀬はるか。みんなの意見はこちら。ナチュラルなので昔の写真を見てもあまり変わっていない気がするし、性格的にも整形をするようなタイプに思えない。整形したことが知られるとマイナスなイメージの女優さんなので、どこをしなくても綺麗だったと思うけど、肌の綺麗さは整形ではどうにもならないと思うので、そこは彼女の最大のセールスポイントだと思う。今も昔も可愛いし、整形したとは思えません。アクションなども行うから、外科的な整形だったら納得できそうです。単純に整形など興味なさそうというイメージと、若い頃から変わらないお顔立ちだと思って、テレビなどで拝見しているから。7位は宇多田ヒカル。みんなの意見はこちら。驚きです。ヒカルさんの大ファンですが、整形していてもいなくても好きな気持ちに変わりはありません。あまり顔が出てくる場所には出演していないし、勝手なイメージですが、顔の美形さにこだわっているようには見えなかったから。職業がアーティスト歌手ということもあり、容姿よりも実力が認められてきた人だと思うので、整形してなさそう。もともと綺麗な人なので、そのまま垢抜けて今がある印象のため、10代の頃からもそんなに変わっている印象はなくて、歌の実力で勝負している人だと思うので、整形とかを気にする人ではないように感じていた。6位は小雪。みんなの意見はこちら。
目が一重で、顔の作りがとてもナチュラルなため、ザ・日本人というような感じで整形しているようには、とても見えなかったため、小雪は天然なものを売りにしているようですし、食べ物にも天然なものを選んで食べていると、昔から言っていました。そういう方が整形?と思って、ギャップに驚きました。してる割には、もっと綺麗になりそうなものだがと思ってしまう。あまり綺麗な印象がないので、どこをしたのかと思ってしまう。もともと綺麗な顔立ちをしていて、若い時の画像と比べても、歯の矯正くらいはしたのかなという感じで、昔と今と同じ顔をしていじっている感じは見受けられないので。5位は、上戸彩、みんなの意見はこちら。上戸彩さんは、デビューの時からテレビや雑誌で見ています。大人になるにつれ少し痩せて、頬の膨らみはなくなる、頬の変化は感じますが、印象が変わらないので全く整形しているように見えません。昔から変わっていない。ナチュラルで可愛いし、綺麗。違和感も全くない。SNS の整形した芸能人にも上がっていない。若い時から出ている女優さんなので、ずっとテレビに出続けていたイメージなので、どのタイミングで整形したかよくわからない。どこを整形しているんですか?また、整形の噂とかも立ったような記憶もないので、意外でした。やってるとしてもプチ整形とかですかね。4位は、ノーネン・レイナノン、みんなの意見はこちら。ノンさんはやはり NHK の連続テレビ小説でのイメージが強く、なんて言いますか、あの田舎臭さがマッチしていたのに驚きました。天然美人なイメージが強いので、整形はしないと思っていました。アマちゃん時代からナチュラル美人でありのままで演技している感じがしているので顔はいじると思えないです。高校で同じクラスにいそうな感じの顔立ちで特に目が自然な感じで普通の可愛らしい女の子という印象なので整形したことは意外に感じました。アマちゃんで見た時から全く変わったところはないと思うのでどこの何をどう整形したのかわかりません。3位は春、みんなの意見はこちら。恋空で初めて春さんを見て、ショートカットになって、TV によく出演されるようになった時とあまり顔が変わらないから、顔に不自然なところは一つも感じず、若い時の画像も出ていますが、髪型がロングからショートになっているだけで今と全く同じ顔だと感じるので、いつもテレビで見る時の雰囲気が天然系の清楚な美人さんという感じで、整形っぽさを感じなかったから。顔のパーツ全体的に整っているので、整形してると思えないぐらい違和感がなく、逆に整形していると言って欲しくない女優さんの一人。2位は、有村架純、みんなの意見はこちら。あまり整形のイメージがなく、顔が変わったように感じたことがないため、童顔のイメージなので整形した人によくあるシュッとした感じがしないため、化粧の仕方で印象がいく見えることはあると思いますが、テレビに出始めた頃から顔は変わってないように思うので整形してるとしたらびっくりです。昔からあまり顔の変化があるような気がしないから、正直全く整形顔ではないので自然すぎて気づきませんでした。この方のお姉さんが整形したことを告白したのは知っていますが、この方自身が整形していると思っていなかったのでびっくりです。昔からあまり顔が変わっていないような気がします。1位は、新垣結衣、みんなの意見はこちら。初めてポッキーの CM で見た時にすごく可愛い子がいると驚き、昔から可愛いけれど今も昔と顔が変わっていなくて可愛いからです。昔から変わらず、ナチュラルな可愛さがあり、違和感が全くないから。SNS などで整形した芸能人を挙げているものを見るが、その中でも見たことがない。新垣結衣さんは私にとって最も可愛いお顔の人物であり、それは生まれつきのものと信じています。別に整形が悪いとは思いませんが、新垣結衣さんは特別な方だと感じていますので、ティーンモデルの時がナチュラルで素敵なお顔であり、整形して何かを整える必要を感じられない美貌なので、このままで年を重ねてほしいから。沖縄県出身でもあり、目鼻立ちははっきりしているし、自然体の象徴みたいなイメージでもあり、完璧な顔立ちなので整形していたことに驚いた。以上のような結果になりました。若い頃を知らないと整形に気づかないケースがあったり、男性は意外と女優さんの整形事情を知らなかったりする回答も多く見られたのが印象的でした。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。